はい、皆さんこんにちは。オンライン授業をしていて、グループごとに話をさせる、その方法について説明をします。まあ、例えばこんな感じです。グループごとに分かれて話し合いをしてくださいということで、はい、まず一つ目のグループ、はい、小林先生こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ二つ目のグループ、星野先生こんにちは。これアライグマですね。はい、フェイスリグですね。はい、じゃあ三つ目、堀尾先生こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。みんなふざけてるな。はい、このように三つのグループをそれぞれ巡回して見ることができます。このやり方について説明をします。まずグループ分だけタブを追加します。ここでは3グループ作ってみましょう。はい、1個、2個、3個。はい、そうしましたらそれぞれのタブでミートを立ち上げます。はい、はい、次に会議室を作ります。ミーティングに参加または開始をクリックして、まあ一般というので1とします。はい、今すぐ参加をクリックします。そうしましたらこの URL ですね、これをコピーしてクラスルームグループ1、ここに貼り付けておきます。では2つ目いきます。ミーティングに参加または開始、これ2とします。はい、今すぐ参加クリックします。そしたらこの URL をコピーしてここに貼り付けます。はい、3つ目3とします。今すぐ参加で、この URL をコピーします。はい、でこれを投稿してあげると、これクラスルームですね。はい、であとはそれぞれのグループがこの URL、 これをクリックするだけで参加できます。はい、オンライン授業の幅が広がりますので、ぜひ試してみてください。それでは、じゃあの。